アパフィミハーイ2世は、ハンガリー人のトランシルバニア公。トランシルバニア公、アパフィミハーイ1世と、その妻、ボルネミスサアンナの間に生まれた息子。1681年より、父の共同統治者となり、オスマン帝国より公くらいの創造者として、認められた。しかし、父が死ぬと、オスマン帝国は、ハンハプスブルク派のハンガリー王位要求者だったテケリ。 イムレをトランシルバニア公とした。手形は1690年頃に短期間、トランシルバニアを統治したが、敗下の将軍たちがオーストリア軍に敗れると公国を離れた。その間、ミハイ2世の側近たちは新生ローマ皇帝レオポルト1世と協定を結び、皇帝から公国の行政、経済、文化における独立と宗教の自由を認められた。皇帝は、 さらにミハーイ2世をトランシルバニア公と認め、広告の議会は1691年、幼いミハーイが成人するまで国政を司る行政委員会を設置した。委員会には、バーン・フィジェルジが最高責任者として、ベトレン・ミクロー主が大法官として、ベトレン・ゲルゲーが軍司令官として、ハレル・ヤーノ主が財務長官としてそれぞれ席を占めた。予想される。 トルコ人の攻撃とトランシルバニアの自治権を制限しようとするオーストリアの計画から広告を守るためミハーイ2世は大法官の助言を受けて同じプロテスタント君主であるイングランド王権オランダ総督ウィリアム3世とブランデンブルク先抵抗、フリードリヒ3世を自らの保護者であると宣言したイングランドとネーデルラントはレオポルト1世に圧力をかけてトルコとの戦争を終わらせ 和平条約でトランシルバニアの自治権を尊重する内容を盛り込むことを提案した。すなわち、トランシルバニアはハプスブルク帝国とオスマン帝国の共同総主権と派遣国の支配の下でミハーイ2世に統治されるのが望ましいとしたのである。こうした提案を踏まえ、1698年まで和平条約締結のための交渉が続けられた。しかし、 ハプスブルク帝国はイングランドとネーデルラントに保護されたトランシルバニアが自らの王朝国家の脅威になりかねないことを認識していた。和平交渉が進展していく一方でハプスブルク帝国政府はトランシルバニア公国における自らの地位を強めていった。1692年、ミハイ2世は彼の結婚に関して起きた紛争について釈明するべくウィーンに召喚され、 そのまま抑留されて、レオポルト一世にトランシルバニアの統治権を譲ることを強要された。トランシルバニアは1695年に8000人からなるオーストリアの軍勢によって占領され、1696年には軍司令官による支配体制が敷かれた。1699年のカルロビッツ条約でトランシルバニアはハプスブルク家が領有することが正式に認められ、 ハプスブルク帝国の一部を形成した。ミハーイ2世は皇帝から年金を与えられてウィーンに今日定め、1713年に36歳で死んだ。ありがとうございます。